紀元前6世紀の諸民族とブディノイ人の位置。ゲロノイは古代ギリシャ時代の歴史に記されたヨーロッパ・ロシア地方のギリシア系農耕民族。現在のロシア連邦、ゾイ・ボルガ連邦管区あたりにいたと思われる。古代ギリシャの歴史家ヘロドトスはヒストリアイにおいて次の伝説を挙げている。この国を追われたゲロノスこそがゲロノイの始祖であるとされる。しかし、ゲロノイはもともと ギリシア人なので、これはあくまで伝説である。アケメネス朝のダレーオス一世は、ボスポラス海峡を渡って、トラキア人を征服すると、続いて、北のスキタイを征服するべく、イストロス川を渡った。これを聞いたスキタイは、周辺の諸民族を集合して、ダレーオスに当たるべきだと考え、周辺所属に使者を送ったが、すでにタウロイ、アガテュルソイ、ネウロイ、 アンドロパゴイ、メランクライノイ、ゲロノイ、ブディノイ、サウロマタイの所属の王は会合し、対策を練っていた。スキタイの使者は、所属が一致団結して、ペルシアに当たるため、スキタイに協力してほしいと要請した。しかし、所属の意見は二手に分かれ、スキタイに賛同したのは、ゲロノイ王、ブディノイ王、サウロマタイ王のみであり、アガテュルソイラソノタの所属は、 スキタイの言うことは信用できないとし、協力を断った。この戦いで、ゲロノイは、ブディノイと共に、スキタイ肉連合部隊に属し、最後は、スキタイ、ブディノイ、サウロマタイと共に、ペルシア軍をイストロス川の向こうへ追い出すことに成功し、勝利を収めた。以上のようにゲロノイは、ギリシア系の農公民で、 スキタイ系遊牧民であるブディノイと共に暮らし、ギリシア語とスキタイ語のバイリンガルでもあった。現在のドナウガは、アカラら顔の意にとる説もある。大鹿の類とも、天の類とも言われる。ありがとうございます。